奥さん、はい、奥さん、何ですか、奥さん、はい、届きました。はい、何が届いたんでしょうか。スニーカーです。よいしょ、開封します。私は今日買えなかった。だったらーん。スニーカーダンクからスニーカーが届きました。ちょっと そこ座ってよ、下。よろしいかな、奥さん。私のじゃないからよろしいんじゃないでしょうか。来ました。2枚目。来ました。てってれん。見てください、ナイキダンクロー SE。 これなんだっけ。え、なんかなんだっけ、99.7 とかみたいな、フリー99、なんていうのかんていうのってやつ、ナイキダンクロープリー99ホワイトです。このね、奇抜なカラーリングめっちゃ欲しかったんすよ。どうすかお客さん、 お客さんいいっしょ。よいしょ。で、あのほら見て、違うのよ、こう両サイドで左右非対称ね。これもいいじゃない。いいな。シューレースもついてます。白いんできるの。お、すごいね、感じです。うわやば、シュータンもほらここも色違うから、本当にこれ一昔前だったら、母ちゃん違うんだよ、母ちゃん違うんだよ、そういうデザインなんだよみたいなね。大丈夫、左右違うよ、間違えてるよって、いやいやいや、こういうデザインだからって。うわうわ、最高じゃないですか。すごい、ありがとうございます。いいえ、どういたしまして。まあ残念ながらね、スニーカーダンクから来たということで、はい、スニーカーズで買えず、はい、ちょいプレネで買いました。新品です。いいでしょ、かっちょいいじゃないですか。箱、いや履いてください、買ったんだから。初ダンク、初ダンク、はい、嬉しいね。はい、というわけでパパが買ったスニーカー紹介でした。ブー。